台北帝国大学正門現在の国立台湾大学正門台北帝国大学は日本統治時代の台湾に設置された帝国大学。大学の略称は代々。1945年11月15日に中華民国が接収し国立台湾大学と解消現在に至る日本統治時代の1928年3月16日に7番目の 帝国大学として設立される。内地の帝国大学が文部省の管轄であったのに、対し、台北帝国大学は台湾総督府の管轄であった。当初は、文政学部と理能学部の2学部が設置され、1928年4月より開校した。さらに1941年には、余科も作られた。1945年度時点での学部構成は、文政学部、 理学部、農学部、医学部、工学部であった。大学設立の準備段階では当初、台湾大学との名称が用いられ、その後、台湾帝国大学が用いられたが、台湾帝国大学では、台湾帝国の大学との誤解が生じるとの理由から1927年に、台北帝国大学に名称が決まった。昭和20年度時点における組織は、以下の通りであった。 繁原博、史三田貞則安藤正嗣安藤和夫、ありがとうございます。